アッシュレディオ。あー、オッケーです。はい、はい、始まりました。まあ、前回は、学びのね、お話を、はい、いろいろしていただきましたけど、はい、まあ、今回はちょっと、芦名雄介のニュース解説ということで、そんなコーナーが勝手にコーナーを作りまして、立ち上がったわけです。はい、はい、まあ、ちょうどホットなニュースで話題で、はい、最低賃金が、また上がりますよみたいなニュースがちょっと今日流れてきてまして、はい、流れてきました、流れてきましたドンブラ動きましてね、はい、なんかまあ東京と神奈川とかに関してはもう最低賃金が1000円を超える見込み、うん、で今まあ980とか多分それぐらいなんですけど、で全国で多分一番低いところでどこだ、鹿児島、うん、だからがまあ800円だから、最低賃金なんですか、都道府県ごとにそのこの賃金を下回ったら違法ですよみたいな。え、アルバイトも、アルバイト、アルバイトの時給、あ、マジっすか、はい、じゃあアルバイトの時給がもう908円とかもなくて絶対1000円もらえるってことですか、そのあれが決まったらですね、今まあ今回こうしましょうみたいな方針が出たんで、へー、すごいっす、もうますますすごいっすよね、もう最高の国じゃないっすか何もしちゃっていいっすよ、そんなので、なんかこの、はいはい、まあ、徐々に賃金ってこう最低賃金上がってってると思うんですけど、はい、その背景には何があるのかなっていうのが、いや、そんな日銀の、ばらまきだけじゃないですか、なんで上げるのかなっていう、で、上げるとどうなっていくのかなっていうのを、なるほど、アジナ解説委員にちょっと解説していただこうかな、そういうちょっと経済的なことを勘弁しませんよ何から話したらいいですかね、まあ、なんで最低賃金上がってその背景は何かってことですよね、そうそう、別に980円でもいいじゃないですか、2つあって1つは愛国心、うん、でもう1個は、借金って話なんですけど、うん、デフレとインフレってあるじゃないですか、うん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 、インフレってのは物価高騰、うんうんうん、物価が高騰するんですよ、上がりますね、うん、要は今まで水が1本100円で飲めたものを、うん、ミネラルウォーターが200円になりますよっていう、うん、でこれは何が言えるかっていうと、うん、お金の価値が下がってるんですよ、うん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 、例えば今までは、100円玉で、うん、100円玉と水を1本を交換できたのに、うん、この100円玉っていうものの価値がなくなってるんで、うんうん、いやそれ君100円玉さ2枚くれないとこの1本渡せないよって言ったんですよ、つまりお金の価値が下がってる、うん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 、でそうすると物の値段が上がる、うん、でこれ実は消費者というかその国民がものすごくバカだっていうことを日本が分かっていて、うん、そのバカな国民を、うん、のテンションを上げさせるためにこういう政策をするんですよ、ほう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 、要はどういうことかっていうと、うん、何年前だかな、何年前だか、あの黒田さんっていう日銀の人がもう、うんうん、あのお金ばらまきますよって話をしたんですよ、うん、なんかアベノミクスが何とか、はいはいはい、なんかヘリコプターがマネーが何とか言ってるじゃないですか、うん、要はどういうことかっていうと、例えば自分の給料が倍になったらみんなすげえテンション上がるじゃないですか、テンション上がるね、で安倍さんは皆さんの給料を倍にしますよぐらいのノリの話をしてるんです、あの人は、うん、したらみんなおお安倍さん最高だって言うじゃないですかでもそれはどういう仕組みかっていうと、うん、みんなの給料が上がってるっていうのは数字的に上がってるんですよ、うん、要は、20万円の給料が40万円になります、うん、倍上がってるってなるんですけど、実はこれはお金の価値を2分の1に減らしてるだけなんですよ、うん、はい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 、つまりどういうことかっていうと、今後あと10年とか20年したら多分日本の、初任給というか、うんうん、なんていうんですか、初任給、新卒の新卒初任給、初任給みたいなのが、うん、多分40、50万円になるんですよはい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 、でもそれは、うん、いや40、50万になったらやったーっつって、うん、タワマンに住めるとかじゃないですよ、うん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 、普通の東京のワンルームの値段が、うん、例えば8万円が16万円になるだけの話なんですよ、うん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 、そういうことね、はい、っていうだけの話です、うん、だからなんだろう、どん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 物が上がってるじゃないですか、うん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 、だからコーヒーとかもなんかお金出して飲むようなもんじゃなかったけど、うんうん、でもコーヒーがもう何百円もするじゃないですか、うん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 、そうすると国として何がいいかっていうと、うん、お金の価値が下がるんですよ、うんうんうん、お金の価値が下がると何がいいかというと借金の価値が下がるじゃないですか、ああはい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 、だから借金少なくなるみたいな話なんですよ、ああ
で基本的に投資ってのは日本だったら日本がやってることに準じてやっていけば間違いないんですよ。うーん、例えば日本は今何をしようとしてるかというと明確に借金の価値を下げようとしてるんですよ。うん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 、これ分かります、うんうんうん、要は、初任給を20万円を40万円にしようとします、うんうん、でもこれは20万円が勝手に倍になって40万円になったわけじゃなくて、うん、お金の価値が2分の1になっちゃったら40万円ないと生活できなくなるわけですよ。ってことはもう40万円っていうのがもう半分の価値しかないですよ、うんうんうん、そしたら日本の例えば借金が例えば1億円あったとしたら、うん、もう5000万円でいいですよみたいな話だったんです。っていうトリックっていうトリックですね。うん、っていうマネートリックを、うん、まあいろんな国が世界的に結構強豪突破的に使ったりするんですよ。であんまりそれでうまくいった例はないんですけど、うん、だから日本大丈夫かっていうのは、うん、まあ、あったりなかったりするっていう。だからじゃあ我々消費者は何を言えるかっていうと、うん、ローンを長期で組んだらっていう。そうそう、日本が金の価値を減らすって話をしてるんですよ、うんうんうん、つまり持ってる金はどんどん価値なくなっていくよっていう、うん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 、持ってる借金はどんどん価値減っていくよっていう。あってことは金持たないで借金持った方がいいんですよ。はい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 、わかります。持ってる金は物に変えて、うんうん、借金は全部金でしろっていう。うん、だから今できるだけ長期の借り入れをした方が絶対いいです。うーん、それを繰り上げ返済で金の価値が下がりきってない今払うっていうのはすごくアホな話なんです。うん、例えば住宅ローンとかで月10万円返済するとするじゃないですか。で、それ35年の固定金利とかも絶対組んだ方がいいんですよ。うーん、で今10万円で給料例えば初任給20万円の中の、うん、じゃ例えば10万円の返済すると多分、月の人が35万円ぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、月の給料35万円の人が10万円払う、まあちょっとしんどいじゃないですか、うん、でも10年20年すればその給料が70万円の人になってるんですよ、うん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 、給料70万円もらって10万円の返済絶対その時に返済した方がいいです、うんうん、だから返済はもうなるべく避けましょう。はい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 、で今もそれで物を買った方がいい。うーん、どんどんじゃあインフレになっていく。どんどんインフレになってきます。うーん、インフレだって国が言ってるんだから。はい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 、はい、そのために最低賃金とかもどんどん上げていくよと。そう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 、うん、いや一番やりたいのは借金を何とかしたい。減らすから。うん、そうしないとちょっと外国に向けての見え方が悪いんで、ちょっと日本金の価値下げるんで、今のうちにちょっといろいろ買ってもらってもいいですか、日本の株を。そういうのになんですよ。そしたらアメリカ喜ぶじゃないですか。ああ日本の金の価値が下がったな。そしたら円安になって1ドル200円になりますよ。1ドル200円になるってことはどういうことかっていうと、アメリカ人は1ドルがあれば日本だったら200円の買い物ができるじゃん。逆に日本からアメリカ行ったら1ドル200円のことは100円あっても1ドルなんで1ドルのものを買えないんですよ。うんうんうん、だからアメリカで例えば、ニューヨークのサラダ屋さんで、うんうん、ニューヨークでサラダが10ドルとか14ドルとかで売られてるんですよ。うん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 、でもこれが日本円にしたら2800円ってことですか。日本人も海外で買い物ができないです。あでも外国人は日本にどんどん来ますよ。うーん、日本行ったら安いっていう。あ今日本がタイとかなんかそういう東南アジアに行って、うんうん、安いな買い物は安いなってするじゃないですか、うん、っていう感じでみんな日本に来るようになります。あだ日本もそれだけもう収入源ないんで、うんうん、もう外国人に入れちゃえっつって、あオリンピックやっちゃえっつってじゃあある種その東南アジアのようななんだろうもうみんながそのえ日本のマッサージ安いとか日本のマッサージ安いみたいな。そう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 、でアメリカは喜びますよ。あってなるのも含めてちょっとどうなんだっていう経済的な人はなんか言ったりするじゃないですか。はいはいはい、でそうすると雰囲気良くなくなるんで、うん、何を言うかっていうと
これはみんなの給料が上がるってことにしようっつって、うんうん、見てくれの数字が良くなっただけなんですよ。最低賃金を1000円にします、やったーっつってみんな安倍さん大好きになるじゃないですか、うん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 、っていうのがそういうことですね。もう最低賃金の話からもうここまでよ。非常に学びが多かったです。そうですね。まあそれをまあ僕も、まあ、誰から学んだわけではないですけど、うん、なんかいろいろこう生きてればそういう話を聞いたりするじゃないですか。うんうんうん、で自分の頭で考える何がどうなってどうなるんだっていうことを仕組みを考えてれば、こんな解説までできちゃうわけです。そうですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。